ね、めっちゃ梅雨、髪巻いたのにもう何もないです、髪を巻いた名残が。マジ困る、せっかく巻いたのに、せっかく髪に髪巻いたのにって怒る。チークつけとこう、普段つけない。暗いよねここの部屋やっぱ。でも一旦これすぐ切ってコラボ配信に切り替えるので、そこの辺ご了承くださいね。ご了承くださいね。本当にすぐ3時になったら切ってコラボ配信に切り替えます。見て、初めてエアフォース履いた。エアフォースで合ってる？可愛くない？新品、めちゃくちゃ可愛い。あと今日はジーパンにショート丈のカーディガンで、すごい今日はカジュアルチックです。もう髪巻いたの取れちゃったからちょっとあれなんですけど、かゆ、耳かゆ。今日はだからキャップもかぶって、なんか暑くはないけど寒くもない。なんかすごいジメってしてる感じだね。あ、ちょっと一旦切りますね。じゃあコラボ配信、朝1分になったらでっか、コラボ配信に切り替えます。ぜひななちゃんのルームに行ってください。お願いします。ね、てかスニーカーやっぱいいって思った、歩きやすいし。なーちゃんのルームで星投げと、今日でイベント最後らしいので星投げとカウントしてください。お願いします。こっちの方がいいかな、こっちの方がいいか。お願いしますね。一旦切った方がいいかな。切るんですけど、もう始めてるなあちゃん。じゃあ一旦切りますね。ありがとう。あとあげるわ。こんばんは。こんにちは、吉川奈さん。こんにちは、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。選んでいただいてよろしくお願いします。よろしくお願いしますよろしくお願いします。ちょっと黒い服かぶってますけど。本当だ、髪型もかぶってますけど、ちょっと真似しないでくださいよ似ちゃうんですね、やっぱり私たちは。そうなんですね、似ちゃうみたいですね。似ちゃうみたいです。めっちゃ今日雨すごくない？外出てない？やばい。出たよ、出たやばい。なんかやばいよ、梅雨って感じ。台風みたいな。台風みたい。台風台風ね、台風みたいなんかさ、梅雨入り、みたいなしたのかな、なんかわかんない。なんかでも梅雨入りっぽいよ。あ、そうなの？
うん、下っぽい。だからずっと雨だよ。やっとなの。え、なんあやっとじゃないか。でもずっと雨だよこっから。1週間ぐらいでしょ。もっと。もっとじゃない。え、やだ。やだよ。無理。髪の毛とかさ弱いから雨に。そう。今日さ巻いたのにさもう。うっそ。全然でもストレートじゃん。巻いた名残なくてさ毛先だけなんか、うん、なっちゃって。ありありゃ。最悪。ありありゃ。で昨日さ千代さんと何喋ったの？え昨日千代さんとね、うん、あれあれやったよ。えしりとり。うまそう千代さん。ね、言うのもあこれ見したっけ？見したよね。中西海の、うんうん、マジでうまいけど自分へ似てるし。ちょっともうちょっと髪長くしてこのここ。いやこれは昔の、うん、昔のやつ。そう昔の写真見たの。あえて、うん、似てるだって。何が似てるんだろうね。ね。でも自分今のユーナではない。うん。あ、待って。ひでつーさん、ありがとうございます。ひでつーさんって、うん。あれ？7,900。ありがとうございます。今日はもうねラストなの配信がね。そう長かったけどあっという間だったね。ゆうな2回も出てくれました。ありがとう。逆に呼んでくれてありがとう。え今日は何しようなんか、うん、そう石りとりはこの前やったから、うん、一心伝心ゲーム一心伝心ゲームね。一心伝心ゲームしようね。一心伝心ゲーム。え、でもこれってどうやってやるんだろう。一心伝心ゲームって何？なんかその質問が質問してきて、そう思ってることが一緒みたいな。あ、はい、だから、うん、例えばファンの人にお題をもらって、うん、でせーので言って合ってるかどうかみたいな、うん、なるほどね。じゃあなんか質問もらって一個ずつ答えてく。うんうん。あ、はい、待ってイナジン。おイナジン来た。いつまでイナジー来た。イナジー来た。ありがとうございます。頑張って。もう最後か。ありがとう。今何位？2位。今2位。2位か。2位です。イナジーありがとう。あ、スイカさんも。スイカさん本音は1位がいいよな。本音は1位がいいよな、まあ、そうですね。そうですね。でももう私はあの配信をすることのみなので。お、イナジーさんとスイカさんありがとうございます。ありがとうございます。そうですね。でも130万ポイント今、うん、あ違う、結構の差がある。差があるんだ。結構あるね。うん、1位がマリアか。そうマリアでもね全員8なんだよね。だからこそ、ね、すごいよね。そう、わかる。競い合うことってあんま好きじゃないから難しいよね。そう、しかもファンの人もさやっぱ被ってる人もいるじゃん、うん、大変だわそれはね。だから本当になんか申し訳ないけど、でもここまで、ね、まあ、このままねみんなで 1,2,3 で終わったら素敵だね。ね、パンダさんも、え、じゃあ一心伝心ゲームのお題を募集します。うん、募集します。以前の嫁さんとは一心伝心ではなかった、むしろ反対。しかし夜のやりとりとご、じゃあコメントなんか、夜のやりとりとご飯の好みだけは気があった。何それ何のコメント。知らない、うん、一心伝心でもうちらは結構ね知ってると思う、うん、一心伝心。好きな食べ物で一心伝心はできないだろう。うん、ね、それだったら逆にお互いの好きなものを言うだったら、うんうん、一心伝心じゃないけど、でもそれもはや、あ、好きな季節とか。あーあーいいね。決まった？決まった。ちょっと待って。 OK。 あ待って、でもちょっと待って、2択4つしかない。
4つしかないよ4つしかないよ。春夏秋冬でしょ。うん、いや、うん、まあいいや、分かった。あ、何月かってこと。いや、いや、いい、うん、大丈夫、よし。え、待って、え、待って、これ合わせに、確かに合わせに行くべきか。じゃあまずなーちゃんのからよ。なーちゃんの好きな季節はなんとか。いいよ、いくよ、せーの、夏。ほら、おー、すごい、絶対そうだと思った。夏好き。え、でもなんせ初夏って言おうとしたの。あー、なるほど。なんかめっちゃ堅苦しいじゃん。なんか8月とか、うん、そのガチな夏はちょっと苦手で、うん、暑すぎるから、うん、でもなんか夏が始まるっていう季節が一番好きなの。あー、なるほどね。だから初夏でもそんなそうね、まあ大まくに含めて夏ね、うん、じゃあうなたん。やべ、決めちゃる。さっきからね、ちーちーうなたんって呼んでるゆうなのこと。やめてやめて。LINE でもさ、えちうな、えちうなって言ってくんね。えちうな。待って、その前に。はい。たま。え、めっちゃ。ダイヤくん？あ、ダイヤくんとガリ3000。ゆうなし最強レンジャーって書いてある。やったー、ゆうなし最強。嬉しい。ありがとう。ダイヤくん、ダイヤくん。前も。うん、投げてくれた。嬉しい。みんなも星投げてくださいね。コメントもね、カウントもね。ありがとうございます。じゃあゆうなのやつ。いや、ゆうなは多分、うん、あれだと思うな。決まった？うん、決まった。いくよ、せーの、な、冬、春。違うんだよ。なんで？嘘、意外。春服が一番色可愛い。あー、確かに。誕生日が春だから。え、冬じゃん。春か。3月30ですけど。春だ。でも、うん、桜も好きだし、うん、お花が好きなのね。あー、から基本春に咲くじゃん、花って。確かに。イメージ的に。そう。だから。うわ、あー、マジか。うん、へこんでて。花粉症じゃないっけ。花粉症じゃない。あ、じゃあ好きだね。そう、だから好きだと。じゃあ終わっちゃったね、春。かわいそう。しかもなんかすごいさ、今年の春寒かったじゃん、ちょいちょい。確かに。なんかなんかあんま春感じれなくて。うん。ねえ。でも、言ってたよ、あれ。お花見。言ってたよ。言ってたよ。言ってたよ、お花見。言ってたよ、お花見。でもお花見行こうって言ってたんだよね。うん、え、じゃあなし、ゆうなと夏にしたいこと話していい？うん、話して、いっぱい。まず、うん、ビアガーデンに行きたい。うん、え、ずっと言ってるね、ビアガーデンに行きたいって言ってる。なんか、まあバーベキューでもいい、うん。うん、バーベキューかビアガーデンに行きたいのと、うん、あとはドライブ。うん、ドライブね。そう、あと、でも海とかはあんま好きじゃないでしょ。泳げはしない、けど、なんだか普通に水着着て、うん、海だーみたいなの好きだよ。ああ、じゃあ普通にカップが浮いてればいいってこと。あ、そうそう、海感じるの好き。待って、さきちゃんとはるなちゃん、うん、嬉しい、ありがとう。はるなちゃんっていうのかな、はるなちゃん、ありがとう。吉田カレンジャー。ん、お酒の話あんましない。え、あんましないかも。うん、じゃあやめとこう。なんでいや、なんかあんま、うち結構お酒飲むんですよって話すんだけど。あ、そうなんだ。ね、なんかそう、人と飲むとかじゃなくて、お酒飲みますって話。そう、ビアガーデン。りょうたくん。あ、りょうたくん、りょうたくん、優しすぎる、みんな。いっぱい、あ、呼び捨てしちゃった。でも普通になーちゃんとお酒飲んだことはあるよね。うん、全然あります、全然あります。ありがとう。すごい差が縮まってる。でももうこれ終わったら、あと1個なの、うん、もう枠が最後。そう、だからドキドキか。限界ショールームさ、星3周できる時間帯。そうそう、うんうん、じゃあだいぶね、待って、来た、
現代ショールームさんとお父さん、うん、あやね大工。あやねちゃんのファンだ。あやねちゃん。あやねちゃんとね、やりたかったんだけど。あやねちゃん。舞台見に行こうよ。そうだよね。え、行こう、うん、楽しみ。え、稽古中今。今稽古してるって。どういうお話なんだろう。なんか、なんだっけな。あやねちゃんがなんか、捨てられた女の子の役みたいな聞いた。違ったかな。ちよりさんとか出るやつじゃないか。出ない。うん。なにちゃんだけも。それはマリアとか。うんうんうん。仰天のやつか。仰天か。お父さん。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいね。嬉しいね。ありがとう。泣ける。泣けるね。泣ける。じゃあ。でもなんかバーベキュー人とあんましたことないから。でもちゃんとしたなんかバーベキューとかビアガーデンとかないの。結構インドアだから。確かに家族自体もあんまりいない。でもうちも、うん、あの自粛中の時にお兄ちゃんとなんかさ、うん、手軽にできるコンロみたいなの買って、うんうんうん、お家でやってたバーベキュー。うん、コロナの時は確かにやってた、ね、自粛期間。あと去年さ友達と一緒にバーベキューしたんだけど、うん、なんかその、うん、全部さ貸し出ししてくれる施設みたいなところ あるね、うん、なんか風がめっちゃ強すぎてお皿とか全部飛んじゃって、うん、そうでしょ。全然楽しめなかったんだから、うん、風がない日に行きたいです、ね、確かに天気いい日が終わったら、うん、梅雨終わって暑くないすぐ、うん、7月の頭とかに行きたい、ね、うん、楽しみね。楽しみ、うん、え、ゆうなはやりたいことある？でもそれこそずっとビアガーデン行きたいって言ってるからビアガーデンめっちゃ行きたいし、でも普通にお祭りとか行きたい。屋台いっぱい食べたい。確かにお祭り行きたいね、うん、え、あるのかな今年ね。なんかどっかあったらいいのにね、うん、とか、花火大会とかね。うん、普通に花火したい、うん、しお泊まりも定期的にいっぱいしたいなって思ってるから今年はもう、うん、でも一番いいよね。でも私は一番るプライベートで一番合ってると思う、うん、から月1月2くらいお泊まりしたいね。いいね。そしたらまた一緒に配信もしよう、ね、配信もできるし、うん、海行きたい。海行きたい。ライブして海行きたいな。いいね。じゃあ一日ユナタの運転で。よかった。なちゃんはナビよろしくね。え、無理無理、うちナビできないから。怖い。本当にね、苦手なの。なんかその方向音痴とかではないんだけど、うん、むずいよね。でもナビを見るのが苦手で、うん、あの次の信号曲がってとかが分かんない。言えない。知ってる道じゃないと分かんないんです。そう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 。でもプール行ったことあるよね。タイのプールとか2人で入ったもん。そうだ、貸切みたいな感じで。え、そう、なんかみんな来るのかなって思って待ってたけど誰もプール来なくて、うん、2人でずっとプール入ってた。でなんか入ってたらホテルの人がさ写真撮ってくれたんだよね、うん、そう、タイの時も同じ部屋だったんだよね。うん、めっちゃ楽しかった。もう早く、ね、あ、行きたい。タイ行きたいよね、うん、タイだけに。やばい、なんか今寒気した。え、やめて。なんか変なこと言った？言ってないよ。言ってない。中西会でなんかもしたい。あ、確かに。なんか、あ、でも言ってるよね中西会のさ、うん、あのグループラインさ、うん、意外と早く終わるよね。なんか、うん、なんか続かないよね。全員がなんか会話しようとしないよね。おしゃれな、あ、おしゃべりな割にさ、みんな、うん、なんか LINE になると急に何？なんで七瀬にもリボンついてるのって聞いたら全員既読無視だよ。嘘、マジ？うん、でも私既読無視しがちなの。うん、なあちゃん既読無視するよね。そう、ヤスくんも意外とする。あ、本当？うん、ヤスさん、これなんて読むの？夜なんとか。夜なんとか。ヤスさん、ありがとうございました。ヤスさんとシュー、シュアトマーク7レン、名古屋の7レンジャーは岐阜生まれだって。お、岐阜のどこだい？
でもさ、名古屋とかも行きたいって言ってるよね。ああ、そう。ね、私もおばあちゃん家が名古屋にあるから、めっちゃ名古屋に愛着あって。うん。行きたいんです。ね、名古屋で仕事することとかもね、減っちゃったしね。ね、そうなんだよね。イベントあったら行きたいのに。前は劇場とかもさ、よくやってたじゃん。うん、行ってた、マジで。ね。だからあれだけど。うん。でもさ、インスタライブって4人とかでできるんだよね。あ、そう、昨日もね話してた。やりたい。で4人でやろうみたいな。やりたいよね。うん、普通にやりたい。じゃ楽しいじゃん。絶対楽しい。楽しみ。ね。でもさ、なんかみんな、うん、きなことかさ急に静かになるじゃん。ファンの人に見られてるって思うと。うん。だから裏でしかふざけられない。そうなんだよね、もったいない、うん、本当に、ね、もったいないよね。あれを出してほしい。可愛こぶるよね、ひなこって、うん、ね、ね、うん、どうだっけ、このちおりさんめっちゃさ力作なんだけどこういう顔するよね口がちおりさん、なんでさそんなうまいの、なんで、なんでだろう。で見て書いてるよ、写真を。でも書けないよ、そんな上手に。その隣の猫みたいな、これ誰、これもちおりさん。これはなんかだいぶ前に鳥をやってた時のちおりさんの顔、うん、え、ちょっと若いな。ちょっと若いねなんかさ、ほうれい線がさ、やっぱほうれい線っていうの、あ、ほうれい線上手だよね。え、これ誰かわかる？誰これ？ヒント。ヒントはメンバー、これ。うん、あの後輩。福留。正解。でもこれあんま似てない。なんか。でもちょっと似てんの、おもろい。怖い。うまいんだけどな。なんでだろう。怖い。え、でも可愛いでしょ。動物は可愛く描けるよ。それ何？キツネ？これはフェレット。じゃあ一つ聞いていい？これ何かわかる？うん、あの昨日絵しりとりしてたの。これ？何これ、インディージョーンズ？すごいね。すごかったね。でもインディージョーンズって骸骨で、あ、出てくるか。なんか、うん、いるな、うん。これもうディズニーマニアしかわかんないんじゃない？ね。あのファンの人全然分かってなかったけど。ヒレ分かった、ヒレ。あー、これね、うん、でも上手。これは20。おー、すごい、嬉しい、すごい、うまいね、やっぱ分かんない、確かに分かんないまま見てると確かに、うん、うまってなる。旗から見てるとこんな石取り楽しいんだねやってるのも楽しいけど、確かに。でもむずいよね、なんか、うん、うまく書けないです。見ないと。うん。一心伝心終わっちゃったよ。あ、そうだ。やろ。なんかあるか。なんか来てるかな。なんか一心伝心してるってでも来てる。そう。なんか考えてること一緒なんだよね。うん。結構そうだよね。うん。考えてること、感じること、思ってることが一緒だから。多分性格とかは、うん、なんか一緒じゃないかもしれないけど。うん。なんか考えてることが結構よく一緒。思考が一緒なのかな。こう、確かにそうかも。何が一緒なんだろう。何なんだろうね。でも思ってること一緒だよね。うん。いつもなんとかだと思ったって言ったら、え、そうだよねっていうかな。そう、うちもなんか大体、うん、これさあ、あーじゃないとか言うとさ、一番思ったみたいな。いつも言ってる。共感してくれるのよ。うん。だから嬉しい。うち共感をしてほしい派だからさ。うん。なんか、梅ちゃん。でも性格違うんだよな。そう、性格は多分違う。うん。全然違うと思う。なんか。うん。でも、なんか、苦じゃない。全然。うん、苦じゃない。ありがとう。ありがとう。今食べたいものは？
あーいいよ、今めっちゃお腹空いてる。待って、うちもまだ食べてないんだよね今日。待って、オッケー。待って、どうしよう。あ、オッケーオッケー、いくよ。でも違うの、違うの多分。まあいいや、いくよ。違うと思う。せーの、ね、タンバーガー。あ、待って、タンも迷ったの。迷ったマックって言おうとした。マック、あ、すごっ、怖い、怖っ。マックか、でもタンで迷って。え、うちも怖っ、やば、怖っ、怖っ。え、でもあのスタバーも迷った、ちょっと一緒。ああ、ちょっとうちも、でもホイザーをさ、うん、がなくなるからさ、うん、なんかめっちゃ名残惜しいんで、この前さ1日に2回飲んだのね。うん、そしたらちょっと飽きちゃって。うそ。え、でもなんかね、ファンの人がね、ほうじ茶クラシックティーラテに、うん、キャラメルソースとホイップ追加すると美味しいよって言ってたから、うん、やってみよう。今日飲もうかなって思ってきて。え、うちも飲もう。え、だっていつだっけ、6月もう来月でなくなっちゃうらしいよ。そんなことある。でもさ、やだ、1年限りだったんだっけ。ね、そんななんかなくなっちゃうんだと思って、ね、悲しい。やだな、うん、うん、え、だってじゃあもうスタバ行くことなくなるんじゃない。え、そう、だから本当にスタバに行く理由がなくなるから、うん、まあ、痩せれるっちゃ痩せれるけどマジでさ、もうやばい、ね、あれの時もめっちゃ飲んでたよね。うん、めっちゃ飲んでる。なんか週1ペースで飲んでるから、そりゃ太る、うん、そりゃそう。はるちゃん、はるちゃん、ありがとう、はるちゃん、ありがとう。なんか旅行行きたい、普通に。え、連れてって。うん、普通に熱海とか行きたいんだけど。ああ、いいね。でもディズニーも行こうって言ってるもんね。うん、熱海、熱海、うんうん、え、あのさ、うん、熱海って島島じゃない伊豆大島だっけ、熱海って。熱海って伊豆を、伊豆はある、伊豆は、伊豆はある。あ、伊豆はある。伊豆はあるけど、伊豆って島なの？島じゃなくて。え、伊豆大島って言わない？いいよ、いいよ。それ。伊豆半島？伊豆半島。でも行きたい、熱海。熱海、違う、爽やか食べたことないの。あー、え、岐阜ないんだっけ？あ、静岡だけか。うん。え、行こうよ。うちのおばあちゃん。家に行った時にね、うん、食べに行くんだけど、マジで、うん、もうあれは食べてほしい。なんかさ、その爽やかが有名になってから結構、うん、爽やか風みたいなハンバーグ、うん、ハンバーグ屋さんにさ、うん、そのげんこつハンバーグみたいなハンバーグあるけどさ、うん、やっぱ違う気がする、うん、いや、そりゃそうだよ。だってめちゃ並んでるよね、2時間3時間並ぶみたいな、ね、そう、朝から。その時もオープンと同時に行ったけど、もうめっちゃ人並んでて、うん、そうなんだ、すごいよ。旅館泊まりたいんだよね。あー、いいね、いいね、旅館。え、でもランドも行きたいし、行きたいとこいっぱいあるんだよね。え、うちさ、トイストーリーホテル泊まりたい。え、泊まりたい、泊まりたいよね。うん、なんかこの前行った時にさ、トイストーリーホテルを見たのね、うん、遠くからだけど、うん、めっちゃ良くて、あ、いいなと思って。え、でもさ、4万とか5万とか泊まれるんじゃないっけ。そうなの。なんせディズニーのホテル泊まったことないの、人生で。うちもないよ、泊まりたい。でもそう、でもミラコスタとかも調べたけど、ミラコスタが結構高いから、トイストーリーホテルだと4万、うん、5万くらい、だったから、じゃあ反発すればいける。うん、待って、はい、いつの間にこんな時間です。ね、もうあと3分。ね、とりあえずランキング読むね。うん、いいよ。と、13位はお父さんアットマーク、あやね大福さん、ありがとうございます。あやね大福。12位はさきアットマーク、奈良忍者さん、ありがとうございます。11位はスイカアットマーク、いなとりどんさん、ありがとうございます。いなとりどん？いなとりどん。10位はダイヤくんさん、ありがとうございます。9位はやすさん、ありがとうございます。8位はひなアットマーク、吉田カレン、じゃあ、さき、
ちゃんフレンズさんありがとうございます。7位はイナジアトマク、いつまでもユーナを彩りました、ありがとうございます。やめたやめた。6位はシュアトマーク、名古屋の七レンジャーは岐阜丸さん、ありがとうございます。5位はリョウタアトマーク、鳥もも推しユーナからクマさんを届け、七瀬頑張れさん、ありがとうございます。頑張れ。4位は限定ショールームアトマーク、七レンジャーさん、ありがとうございます。3位は梅ちゃん大阪毎日ラジオスッキビアトマーク、七レンジャーさん、ありがとうございます。2位はパンダアトマーク、七レンジャーさん、ありがとうございます。1位はヒデツアットマーク、最終枠は見れませんが楽しい配信、いろいろありがとうだ。泣きちゃう、泣いちゃうね、いっぱい頑張ったね、本当にありがとうみんな。じゃあさらっと読みます。はい、お願いします。13位すみれちゃん、12位ダイヤくん、11位やすんさん、10位ゴーンさん、9位ペロペロチーノさん、8位タランボさん、7位シンケズアットマーク、ナタリドンさん、6位まぼろしさん、5位アキークさん、4位テルキチャットマーク、うなうなたんたん、うなたんたんさん、3位チョロさん、2位ゆうきさん、1位イナジーアットマーク、いつまでもゆうの彩りましたんです。ありがとうございました。ありがとう。なっちゃん最後何時から？6時、最後は時、18時50分かな。18時50分から、うん、からもうラストまで。分かった、星投げに行く。え、マジ？うん、嬉しい、ありがとう。みんなコメントもして。うん、うん、ありがとうございます。本当に頑張れなあちゃん、ありがとう。頑張ったね。遊ぼうね。うん、1週間落ち着いたら遊ぼうね。遊びましょう。うん、いっぱい LINE しよう。こちらこそありがとうございました。これどっちが、何ですか、切っていいんだっけ。うん、なあちゃん切っていい。じゃあ30分になったら切るね。うん、ありがとう、大好き大好き。また LINE するね。うん、じゃあね、頑張ってね、うん、はい、なちゃんも頑張ってね。バイバイ、切ります。これもうでき、あ、こうなってんのか。やっぱなんかさ、大好きってさ、ちょっとさらっと言われるとちょっと恥ずかしくなっちゃうよねっていう部分はありますね。ありますね。そう。でも本当に、なんだろう、本当に一番メンバーで、なんだろう、思ってることも一緒だし、感じることも一緒だし、なんか好きなものも一緒だし、性格は違うけどね。そう。だから、なんか一緒にいて楽だし、なんか、メンバーっていうよりなんか友達の方が近いのかな。普通になんかプライベートでも一番合ってる奈々ちゃんなので、本当にお世話になってるから、皆さん、最後、18時50分から、最後まで、ちょっと、ななちゃんに力を貸していただけるとなんか私も嬉しいなって思います。本当に仲良くて、なんかましてこんなイベント期間にコラボ配信2回も私がしていいのかって思ったけど、ななちゃんがしてほしいって言ってくれたから本当に嬉しかったし、そうってくらい、それくらいもななちゃんが大好きなので、なんだ、ななせって呼ぶのも好きなんだけど、なんかすごい自分だけの特別感でなあちゃんって呼ぶのがすごい好きなので、本当にもうこれは大好きなので、もうめっちゃ言うけど、最後もの枠も皆さん、あのなっちゃんのことフォローしといて忘れずに、星投げだったり、まあできればギフトだったりとか投げてくださると嬉しいなと思います。ごめん、さお腹もめっちゃなる、お腹空いたから、ほらなんでかって何も食べてない、まだなんか食べてから帰ろうかな。
なんかなる。今日は楽しみなことがあるので、またメールかな、メールか SNS で報告します。ショールームはどうしようかな、夜時間ありそうだったらするね。まだわかんないですけど。じゃあランキング読みます。もう湿気でさ、髪巻いたのにさ、意味わかんなくなっちゃって、ちょっとなえぽーって感じですけど、さっきランキング読んだわ。じゃあ終わります。1105日、分かった。これ横に並んでるけどいい？いっか、いい感じに切り取って。1105日、ありがとうにゃん。じゃあまた SNS 等でお会いしましょう。お腹すいたからなんか食べます。それじゃあね、バイバーイ。ありがとうございました。最後のななちゃんの配信も皆さんよろしくお願いします。